はい、こんばんは。フロントライス初めての元ブログパート3、これから始めていきたいと思います。はい、そもそも、あれちゃんと取れてるのかな。おー、動いた。ごめんなさい。ですね、そもそも、道の駅道志をですね、これから出て、富士山の方ですね、山中湖を向かおうと思ってます。そもそもなんでフロントさんなのみたいな、ちょっといきなりパート3に来てから自己紹介もなんですけど、私フロントと申します。バイク歴もかれこれですね、30年以上のおっさんライダーなんですけども、まあ正直バイクは置いたことありません。もう30年ずっとですねバイクを乗ってまして、バイク歴も非常に長いんで、いろんなバイク乗ってきてます。で今はまあ普通のね、民間の社会人として、生活しておりますが、まあ、たまにこうですね、バイク乗り回して、まあ、こういった動画をですねお届けできたらいいなと思ってました。そもそもね、こういうバイク動画、昔もね撮ってたんですけど、こうやってね音声入れたりすることってあんまりしなかったのかな。昔にね、ユーストリームかなで、スクーターで、ひたすら、あれ、どこまで行ったのかな、なんか九州まで行くみたいな動画があって、全部下道で行くっていう人のですね、動画があって、それを見てたときに、その人がずっとですね、こうブツブツつぶやきながら、まあ、ヘルメットの中でつぶやきながらですけど、非常に面白かったんで、それ見ててですね、なんか、車載動画の、こういう、なんか、喋るの面白いななんて思って、たんですよ。ただ、当時ね、車載動画って言っても撮ってたのがね、スマートフォンで撮ってたんで、なんたって、まあ、すごい、揺れるし、音は、風切り音はすごいわけです。なかなか、皆さんにお届けできるようなものはなかったんですけども。で、ここ最近ね、その、バイクの、まあ、YouTube 動画とかいろいろ見てるとですね、こういった、元ブログっていう存在をね、初めて知りまして、それでこういったものを作ってみたいなと思ってやってるんですよね。なんでフロントさんそんなボソボソ声なのっていう方もいらっしゃると思うんですけども、一人でですね、深夜にですね、こっそり作ってんですよ。みたいな感じでですね、本当に立派なですね、一人部屋があればいいんですけども、まあ、そんな一人部屋もないんでですね、まあちょっと深夜でしか作業できないもんですから、そこで、こう、音取りをしているというのが今現在なんですね。本来このね、ヘルメットの中にこうちゃんとマイクがあってね、喋れれば、リアルタイムにお届けできるんですけども、ちょっとまだこの時点でね、外部マイクが付けられるこういうアクションカメラとか持ってなかったもん、ムービーカーも持ってなかったんで、それはできなかったんですね。で、昔ビクターの SD カードで撮れるね、ムービーとかあったんですけど、なんせ時間が30分ぐらいしか撮れないもんですから、なかなかこんな動画も撮れないっていうのがあって、なかなかその時は動画、バイク動画って撮ってなかったんだよな、きっとな。まあちょっとね、昔の動画なんかも探して、ちょっと編集してね、見せられたらばいいのかなと思うんですけど、まあところどころね、そうやって動画を撮ってて、皆さんってほどでもないな。本当仲間内にね、公開するようなことやってたんですけども、まあ、今回いろんな人のね、ツーリング動画見て、ちょっと刺激受けまして、まあ、こんな、もうね、半世紀ぐらい生きるようなおっさんが、元ブログやってるのも少ないかと思うんですけど、ちょっとでもね、こういう私の、まあ、経験っていうほどね、なんかこう皆さんにお届けできるほど知識は持ってないんですけども、そんな奥がましいことはできないんですが、ちょっとでも楽しみをね、伝えられたらいいなと思って、こんな元ブログを始めてました。はい。なんでパート3にね、なってから、それから自己紹介っていうのも、まあ見てる方からするとね、もうもしかしてパート1、パート2でもすでに視聴者さんが離れちゃってるかもしれないんですけど、まあとりあえずパート3で初めて、自己紹介させてもらいました。はい。で、今回ね、なんだっけって、もう忘れてた。道の駅、道志からね、山中湖へ向かってます。
まあ、その前の動画もね、宮ヶ瀬湖から道の駅都心までのね、動画も撮ってますので、まあ、そちらよろしかったらまた見てください。まあ、ちょっとまだチャンネル登録とかやってないのかな、うん、ですけど、あれなんか、まあ、動画を編集しつつね、こういった、おっと、電源が入ってないし、切れちゃう。編集しながらね、こんな録音をしております。で、バイクはですね、まあ、ちょっと自己紹介がてら、もう一回、ご説明しますと、ZZR1100、を乗ってます。で、まあ、それをね、走らせてる動画を撮っているわけなんですけども、この ZZR1100、ね、さっきからというか、この前の動画からも言って、乗りやすいって言ってますけども、まあ、でかいんですよ。でかい。大きさはね、見た感じだとそんなでかく見えないんだけど、タンクとね、ハンドルの間が非常に大きく、長いっていうのかな、大きくて、まあ、さすが大型って感じのね、ごついバイクなんですよ。で、まあね、ZZR って、250cc からね、全部あるんで、多分250、400、600、900なのかな。なんか全部ラインナップみんな同じ感じで見えるんで、遠くから見るとね、ちょっと遠近法使うと全部ね、同じ大きさに見えちゃったりするんですけど、この1100がですね、一番大きいクラスになります。で、まあ、非常にね、重たいんですよ。簡素重量で230何キロかかって、装備重量だと260キロぐらいあるのかな。うん、っていうでかいバイクで重たいバイクなんですけど、まあ、こうやって走らせちゃうとね、非常に軽いんですよね。まあ、ツーリングするようになってからは本当にこれすっごく楽でね、もう低速でボロボロ走ってても全然重さ感じないし、まあ、回せば回すだけすごいスピード出るし、まあ、回す時のスピードってすごいもんで、まあ、確か一時期ね、その世界最速って言われたね、バイクで、まあ、300キロまでは出なかったんですけど、290キロぐらい、ノーマル状態で出たっていうね、ことですごい、まあ、バイク雑誌当時はね、すごい、1980年から90年にかけててバイク雑誌すごいいっぱいあったんで、その時にいっぱい紹介されてたんですよね。で、その時に、まあ、最高速がね、290キロ出るっていうんで、まあ、こぞってすごい有名になったっていうバイクなんですけど、まあ、でも有名になったって言ってもね、この ZZR 発売したのが、1989年かなぐらいだったんで、まあ、時代はね、レーサーレプリカの時代だったんですよね。で、やっぱりレーサーレプリカとか、まあ、その速いバイク、そういったものにみんなね、注目がいったもんで、この ZZR、ツアラっていうのがね、なかなかこの時代は確立されてなくて、それが、まあ、あまり注目、日本ではされてなかったんですよね。ただ、海外では、非常に、評価が得て、まあ、あって、その後すごいロングセラーで売れまして、富士山をちょっとこう撮影しました。はい。まあ、ここちょっと撮影スポットみたいな感じでね、写真撮ってますけども。はい。場所は今これ、A の方がね、山中湖になってます。山中湖のね、湖畔の方にちょっとこう駐車場がありまして、そこで撮影したりする人かなり多いです。で、まあ、他にも、今ちょっとね、R 銀行かな、うん、なんかタンデムで来られた方もいらっしゃって、結構バイクが集まるところです。で、これからまあちょっと山中湖の湖畔をね、ぐるっと回ろうかと思っているんですが、今このね、カメラ、今までバイクの、なんていうのかな、フロントのスクリーンのところにね、マウントつけて固定してたんですけど、まあそれが、まあすごく揺れると思って、今度はヘルメットのね、頭の方にマウントをつけまして、まあ、いわゆるちょんまげスタイルっていうやつでね、撮影してます。でも意外とね、ライダーがキョロキョロしてるもんだから、かえって見づらいですよね。なんか、すごいね、いろんなところ見てるから、意外と視点が定まってなかったりなんかするんで、ちょっとこういう動画撮るときに、視点のね、こう見せ方っていうのもね、ちょっと今、検討している段階なんで、まあ、もうしばらくちょっといろいろ試行錯誤していく、まあ、そのうちね、綺麗な動画が見せられるようになったら、いいかなと思ってやってますが、はい、で結構ほらバイクいっぱいいるでしょ。で、なんだっけ、今どこまで話したっけ、ZZR の話だけどね、
まあ、世界最速っていうとね、みんながはやぶさをすごくね、知ってる方多いと思うんですけど、スズキのね、GSX1300、R ついたっけ ?GSX1300R かな、はやぶさ。これはね、300キロ超えたっていうことで、すごい、有名になって、今でもものすごい人気のバイクなんですけども、まあ、これは、ね、そのはやぶさが300キロ超えちゃったもんだから、もう、馬力規制っていうのかな、がかかっちゃって、もう速度、最高速度をそのアピールポイントに出しちゃいけなくなっちゃって、で、雑誌なんかももうそういうね、最高速度規制じゃないけども、そういうの出さなくなったもんだから、まあ、いわゆる最後の世界最速って言えたバイクなんですよ。で、そっちが有名になっちゃったもんだから、ね、ZZR の方はね、まあ、若干、今となってはね、霞んでますね。うん。まあ、その間にね、ZZR と、はやぶさの間に、ホンダのブラックバード、CBR1100WX か。うん。っていうバイクがあって、それが、単独で300キロ超えたんだけど、まあ、その後すぐにね、98年か。に、はやぶさがその記録を更新しちゃったもんだからね。まあ、ブラックバードはちょっとね、世界最速って名乗れたのがほんの2年ちょっとぐらいだったんだけども、まあ、そんな最高速規制をかけていたわけなんですが、この世界最速のバイクって乗りにくいのかなと思うんだけども、いや、これがまたそれね、結構乗りやすいんですよ。うん。なんで、まあ、まあ結構ね、中古車なんでいろんなところにね、出回ってるんで、インプレとかもいろいろ書かれているんですけど、まあ、重いバイク、まあ、多分ね、直進安定性を増すために作ったんでしょうね。であと、まあ、その空力なんかも考えて作られていたんでしょうけども、まあ、最高速を出せるんだけども意外と軽い。でなおかつ、なんとかな、低速でもね、すごく安心して走れるようになってるんですね。はい、今ね、ビデオの方は山中湖の湖畔をぐるっと回るところでして、なんかセブンイレブンが映ってたりとかですね、なんかこんな道、まあこれね、もう夏になると、まあ、渋滞線だよね、すんごい混んじゃって、まあ、この時期も、まあ、休みの日だとね、ちょっと遅い時間になると、すごい車だらけになると思うんだけど、まあ、いわゆる休憩スポットだったり、観光スポット、でなんか手こぎボートとかね、手こぎじゃないのかな、なんか足でこぐのかな、なんか白鳥のボートとか、そういったものがあったりするんで。まあ、家族連れなんかもすごいね、いっぱい来るところなんですね。で、デニーズ、安心のデニーズみたいな感じでね、もうどこ行ってもってデニーズだったら食べるものはまあみんな一緒みたいな感じなんでね、デニーズもあったりとか、まあそんな感じでね、湖畔の方に、まあ、一周ぐるっと回るような道路があるんですよ。うん、で、今自分はね、これを、外周道路を走りながら、今度は御殿場の方に抜けようかと思ってます。で、その山中湖と御殿場ってね、一本道一本でつながってるんですよ。で、御殿場の方から来る人たちは、まあ、ここを目指せばね、その富士山見に来ることで、まあ、御殿場でも見れるんだけども、見に来ることはできるんで、ね、みんなここをめがけて来る人たちも結構います。はい。で、道、まあ、うん、山中の道ってことでもないね、バイクいっぱいね。うん、まあ、ちょっとこの辺、集団だったりでね、やえいしてもなかなか、うん、帰ってこなかったっていうのもあったんですけど、まあ、ここの周遊道路ぐるっと回ってると、ほら、その食べ物屋っていうのかな、なんかちょっとこじゃれたペンションみたいのが、まあ、ソフトクリームがあったりとか、ソフトクリームってね、なんでこうライダーみんなソフトクリーム好きなんだろうね。なんかこうバイクで飲み、なんかこう走ると必ず休憩でね、ソフトクリーム食べるんだよね。うん、まあ、これね、高原とか行ってソフトクリーム美味しいのは分かるんだけど、必ずと言っていいほどみんなソフトクリーム食べるね。うん、まあ、自分あんまりね、甘いもの好きじゃないんでね、そんなに、まあ、甘いものっていうか、なんだろう、冷たくて甘いものそう食べる、まあ、いわゆるアイスクリームは食べない方なんだけど、まあ、そういうなんか休んでいこうよって言うとみんな、こぞって、いいですね、年齢したおじさんたちがソフトクリーム舐めてるわけですよ。まあ、ちょっとね、なんかこう、微笑ましい風景なんですけども。まあ、ソフトクリームも結構ね、売ってたりするんです、このロードサイドに。で、まあ、ちょっとね、
綺麗だよね。なんかコントラストがこう緑と青とって感じでね、まあ、非常に天気が良かったんで、綺麗な感じで撮れたんですよ。で今看板にこうちょっと出てきたように、御殿場方面ですね、そっちに、向かえるようになってます。で御殿場を抜けてから、箱根の方に行こうかというふうに思って、まあ、その辺動画撮れたらと、思ってたんですが、ちょっと電源とね、メモリーカードの都合で、この先でちょっと切れちゃったのかな、この先のちょっと津走あたりで切れちゃったんで、まあ、動画もねそこまでしかちょっとお届けできないかなとは思うんですけども、まあ、関東にね来られて、関東じゃないか、まあ、こう山梨とかね静岡方面、まあ、中部ですけども、この辺来られた時に、まあ、参考にしてもらえればとは思うんですけども、でまあこの富士山の周辺にはね、富士五湖っていうね、五大湖が、湖があるんで、この山名湖だけじゃなくても、河口湖だったりね、なんだっけ、伊豆島の辺なんか出てこないな、そういう湖があるんで、まあ、そこら辺を、ま、巡ってみるっていうのも一つ、富士山ツーリングの楽しみだとは思うんですよね。ただ、本当に、夏場はね、非常に車が多くて、渋滞するもんですから、まあ、そろそろちょっと動画終わりますので、また次の回でちょっとご説明いたします。ご視聴ありがとうございました。